ヒカキン TV Everyday。 ルン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 。ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。冬と言ったら中華まん、コンビニでね、いろいろ売ってますよね。肉まん、あんまん、ピザまんとかね。でもね、今回のはね、これだね。ミニストップのプリンマン。プリンマンだよ、プリンマン。肉まん、あんまん、プリンマン。それもね、めっちゃなんかちっちゃいっぽかったから2個買ってきました。うーわ、ちっちゃい。ミニストップデリ、まあだからどっちかっていうとアンマンっぽいおやつ的な感じだよね。甘そうだから、よいしょ。僕もね、アンマン VS 肉まんだと迷うタイプですね。うん、いでよプリンマン。おー、これ完全にポムポムプリンじゃん。これポムポムプリンじゃん。これね、あ、ちょうどここにいるわ。ほら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 、ポムポムプリンだよこれ完全に。うわー、普通の肉まんの3分の1か4分の1くらいの小ささです。うん、すごい小さい。ほら、おまんじゅうって感じ。さあ、いただきます。あー、うん、むむむ、あのね、おいしいんだけど、あのね、想像してた味となんかだいぶ違う。結構ね、なんだろう、ちょっとこれかじった断面で申し訳ないんですけど、この黒いやつかな、少しね、ほろ苦なんだよ。てっきりね、僕めちゃめちゃ甘いんだろうなと思ってたんですけど、結構ね、多分このカラメルソースなのかな、ちょっとこう焦げた感じっていうか、ほろ苦の味がする。うん、うまい。もう味的にはね、もうクリームブリュレって感じ。うん。あー、これなんかの味だ。あれが近いわ、フレンチトーストがちょっと近いかな。うん、うまっ。見た目はめっちゃ子供向けっぽいけどね、味は意外とね、そうじゃない。あちゃ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 。はん、うまーん。これどこかの名物とかであったらね、その地域人気になりそうだよ。うまい。プリンが水っぽすぎてなんかネチョネチョなっちゃうとか、そういうのもないしね、食べづらいとかもない。うん、あ、そっか、普通の肉まんとかの大きさでプリン中に入れると食べづらいからかな。なんかプリンが流れ落ちてきちゃうとかね。だからちっちゃくしたのかね、これ。うん、うん、おいしい。ごちそうさまでした。とりあえずヒカキンズポイント、88。ただただ甘いだけじゃなくて、ちょっぴり大人っぽい味でね、僕は好きでした。んー、このヒカキン TV、 ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポン、バイバイ。